10代で合計9年間をアメリカで過ごされたということでありますが、何州の高校や大学に通われてたんでしょうか。なんかこの時は何を学ばれてたんでしょうか。高校がペンシルベニア州で、ものすごい田舎の高校に行ってまして、でその反動で大学はカリフォルニアの大学に行きました。大学では人類学と不動産について学びまして、本当は日本の不動産ライセンスを持ってましたので、宅地建物取引士の免許を持ってましたので、アメリカの不動産ライセンスも取得して、日本とアメリカのダブルライセンスをちょっと目指していたんですけれども、勉強している途中で法律が変わって、それまで外国人でも取得できていたライセンスが住民権がないとできなくなってしまったので、その点でちょっと途中挫折はしましたけれども、基本的に、はい、その2つを勉強しておりました。20代で独立されたと伺いましたけど、これどんな事業を展開されてたんでしょうか。主に欧米や中東から輸入した製品を日本で販売する e コマース事業を行っていました。当時今ほどインターネットを使った販売が主流ではなかったので、かなり参入しやすい時代だったっていうのも一つあります。30代でなんか世界中の大企業の VIP を顧客とした企業でシニアコンサルタントとしてご勤務されてたということを伺いましたけども、これは具体的にどういったお仕事をされてたんでしょうか。世界各国から、仕事で日本に来日されて駐在される、主に大企業の支社長や管理職の方たちがですね、皆さんやはり日本語がお話にならないので、日本で不便なく生活を始められるためのサポートする仕事だったんですけれども、私は不動産部に所属して、主に彼らの住居やその契約もしくは行政手続きに関連する諸業務を東京と神戸で行っておりました。東京では芸能人とかですね、政治家や大使館員などの方がお住まいになっている物件に赴任されるにだけでなく、ご家族様も一緒に、ご同行させていただくケースが多くて、新聞やニュースで見えないその素顔を見ることができたので、とてもやりがいのある仕事でした。現在はその IT 系のノマドワーカー兼翻訳通訳家として働かれているということでありますが、これは具体的にどのようなお仕事をされているんでしょうか。現在私が学生で、兼業主婦でもあり、ちょっとフルタイムの仕事が難しいっていうのも理由の一つではあるんですけれども、時間が自由に調整できて、フリーランスというような形で、契約をさせていただいているんですけれども、主に日本とタイの IT 関連事業業者の同時通訳及び翻訳と、またシステムセールスなどを担当させていただいております。あとは、日本語が不自由なイギリスやドバイのお客様より必要な時に、日本でのさまざまなサポートを声がかかった時にやらせていただいているっていう形ですね。仕事と主婦と UOL、CS、この3つを両立されているわけでありますが、これやってみて将来の受験生にアドバイスをお願いいたします。正直申しまして、かなりハードな生活であると言わざるを得ませんとはいえ、とても充実しているので、ご自身を、さらに、上の段階に持っていきたいという強いモチベーションを持っていらっしゃる方にはおすすめです。私、個人的にそのキャリアを180度チェンジするにはあまりに時間的余裕が、年齢的な面でもございませんで、勉強をしながらそのコンピューターサイエンスの学習に役立つ IT 関連会社に何らかの形で関わって、経験を積まないと、若い方たちもどんどん今勉強されてますので、そういった方たちとも将来ちゃんと働けるように勉強しながら経験を積むっていうのを同時進行しないといけないなと思って、このちょっとハードな生活をずっと続けてるんですが、興味があることを自由に学ぶ環境が
あるっていうのはとても今幸せなことだなと思ってます。で、ちょっと昔までこんなオンラインで海外の大学に行けるっていうことはあまり考えれなかったことなので、まあそれができるだけでも とてもありがたいなと思って頑張ってますので、まあとりあえず卒業までは弱音を吐かずに駆け抜けていきたいなと 思ってます。アドバイスとしては、ロンドン大学では世界各国からの、まあ、多国籍な生徒たちとオンラインで頻繁に交流を持ちつつ、もしくはたまに日本にいらっしゃるロンドン大学生と交流会を開いたりというふうに、まあ、頻繁に交流する機会がありますので、例えば孤独にずっと一人で勉強しないといけないっていうわけでもないので、そこは安心いただければと思います。私のように学業以外にもいろいろなことを並行しながら学んでいらっしゃる生徒が非常に多くて、現在学生の平均年齢が30歳を超えていますので、まあ、固定観念にとらわれず、臆することなくやりたいことに果敢に挑戦してもらって、自分の能力をどんどん伸ばしていっていただければと思います。英語力に関しては、まあ、私が伸ばした方法でもあるんですけれども、まあ、自分の好きな海外ドラマを英語で見て、まあ、好きなドラマだと結構集中して見れますので、それを続けることで徐々に徐々に理解が深まっていきます。で、あとご紹介したカーンアカデミーという、学習サイトで、まあ、好きな科目を英語で学んでみたりというふうに、まあ、今の時代、本当に日本でいてできることはたくさん、本当5年前や10年前に比べてたくさんありますので、果敢に挑戦していただきたいと思います。中島ゆりさん、本日は本当にお忙しい中、インタビューをお受けいただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。You are beyond my wildest dreams.